どうもスナイパーキッの立ちわけわからんラジオこっち来いよはいどうもスナイパーキッドですスナイパーキッのヤアションことしょうやとかっちゃんことかつきですお願いしますそのさちょっとヤアションことしょうやとかっちゃんことかつきですなんかそれを結構みんな混同するよねどういうことたまになんかさなんかでちょっと呼ばれてさ出演者みたいに書いてあるとさヤアションとも書いてあったりするじゃん ヤーションは別にただのあだ名だからあそうかじゃあ分かるショ翔やと勝樹ででも今言うときはいいでよそうやって言うよヤーションと勝樹いやヤーションと勝っちゃんでしょあそうか勝樹ヤーションと勝ちゃんあそういうことね書くきはまあ本当とは勝樹とショ翔やだで分かる覚えててくださいねは いや、しょんとうか。相性、相性。こんな感じ。うん。まあ、何でもいいけどね。まあ、名前さえ覚えてくれりゃ大丈でもさ、なんか、俺、この前初めてさ聞いたんだけどさ。その、要は。僕らを知ってて。なんか、初めて。話す人みたいな人、いたんだよね。うん。その時に。しょうやと勝木だと思ったっつって。ええ。これが、何人もいたのよ。ええ。なんでと思って。 っぽいだかうつきっぽい勝て言ってええ勝つきだ!」ってことなのかな俺がそんなん見るってことのなんか「しょうや」って言うとさ「しょうや」でんかそうなんかなわかんないけどまあその人の環境とかにもっても違うしいやいじ真面目に聞いてるわけじゃないのよこういう話があったよっていうのを言いたかっただけでようん分かってなんで今日も外だねそうですちょっと今日もやっぱ外の方がいいじゃん ん、ななでんかこうあってああって気持ちいいしでもちょっと音の方がねあれかもしれないですけどはい気持ちいいねよかったねじゃあお散歩でもしてこようかなおいそういうわけで言ったわけじゃないんだよ本当に行くなよおい戻ってきてくれもうでこけんなよそんなとこでいやそう 顔に出さないさうか、ん、さ俺結構感情を外に出す人なんだけどさか、うんうん、ッちゃん全く出さないじゃんムかつくぐらい,いーなんかバーンってぶつけても痛っいそんなわけないじゃん <laughs> いつー,ああーとかなるじゃん痛かったら <laughs> なんだろうね何でそうその芸人今一応芸人っていう仮の姿だけど仮ってなんだよそれに 表だよそれだとしたらよくないねそのリアクションとか薄いのはそうですけどね、うん、そうですねええ、うん、<laughs> ってなった方がいでしょ <laughs> <laughs> で嘘らしいもん、それちょっと<笑><笑>ごめんちょっと <laughs> えー、そうでしょあ<ー>だけどさ、うん そんなリアクションはしないじゃん、普通は気持ち悪いってね声、なんだかいつってなるよおちょスー、ドッキリをしていやいや、そんなじゃ進まない、進まない、進まない進まない、進まない言って何してんのなんでそんな平気なの抜くな、抜くな、脱があった顔もそうだし、表情もおかしいじゃん腹なんか刺されたら大体死んじゃうだよね内臓がいっぱい詰まってるからあそうだよ 足も足でね、うん、え剣とか筋がいっぱいあるからあ<ー>案外刺されたらもう歩けなくなっちゃったりね、うんうん、いや刺された話はせんでいいんだよ別に <laughs> なんで刺された話を俺今聞きてんだよかっちゃんがリアクションなんでしないのかっていうのを聞きたいの俺はあカワセミが <laughs> どこにいんだよ <laughs> よう反応できたじゃん <laughs> <laughs> 長いこと見てると何か来るなとは思うわさあ目白が怖い,いねえよ目白なんてちょもうバカじゃねえの <laughs> で「いねえよメジロなんて」って言っときながらさメジロってなんだっけカワセミの時点では鳥とは思ってなかったらカワセミとかメジロってすぐ出てこなかったもん今俺まあこういう感じのところにいる鳥ちゃんとスズメとかカラスとかハトはちょっと都会チックでしょでもスズメだったら分かった 安直だからうるせえあえて違うチョイスちょっと頭もいいぞって言イパキと大卒だぞっていちいち言わんでいいそんなのいやそうかどうかんかある得する情報とかいや得する情報とかないよ恋バナとかいやないよ恋バナ別に興味ないだろ求められてっかなない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 この2人が恋バナしたとこで気持ち悪いってなって終わりでなんかでもいいよね頑張ってる子っていうのはなんか 何にもあっ今か来るかと思って頑張ってるこの話すんの当たり前だよとかさ恋バナすんのかよとか欲しかったよ何にもないんだけどえっあんのと思っていやさあのかっちゃんがよくさ俺んちのさなんだっけ家をさそうそうバカにするじゃんおいでかい公衆便所ね何にちょっと待ってでかい公衆便所につくものを後にしてタバコやめろよもういい加減にだからタバコはまだ吸い続けるよでそう タバコそのスースはないって人生においてのスースはないじゃなくて今スーなの話をしてんのいやでもオープンだれさオープンスタッツだれあーからじゃなくてもともとタバコは YouTube とかね流れてるからオープンスタッツ,ーータッツパークファクターだで何言ってるかわかんねえ悪い <laughs> けどパークファクターっておいほんとにスーなよんまあおい <laughs> でも口で開け <laughs> 離れ出すな煙をオープンだで、てオープンだでってダメだってだから、うん、かお見苦しいか。お見苦しいよ、うん、そうだな。だから吸うなってってるじゃん、うん、だから戻ってこいや何,何度も何度もあのさそれこそ,そ諦めんなよ <laughs> いやいや来いよなんか一本吸うまで来ねえかなってのもなっちゃったよ今来 <laughs> なさい チェーンスモーカーだれさでも俺。分からん、チェーン、ーンの部分が分かんな、ね、いや。何回もや。ヘビーだったらわかる、ね。次倍にするのをチェーンスモークって言うだよ。あ,あ、そうなんだ。うん、だからもう一本吸っちゃうよって意味のボケ。あ,あ、そう。そういうことですね。まあ、いささかそれは嘘。<laughs> <laughs> 戻る。はい、戻ります。戻してください。うん。うん、ヘビースモーカーはヘビースモーカーだもんね。もう。そうだね。なんか。まあ、そこから話広がるんで、ちょっと戻るわ。本当,本当に月、一日、一箱じゃもう収まっちゃいないよ。あ、そう。うん。 そんなにするんだ月に何カートンで言うと4カートンぐらいはしてんじゃないかな声を張れ何が月に声を張れ月にさあ4カートンぐらいはしてんじゃないかなええその演技の怖いやつはいいよそんな言い方するやつ怖えよタバコは怖いよああそうああそうだ思い出したよ 忘れてたかっちゃんのせいで誰が公衆便所だでっかい公衆便所だ俺んちがヤーションっの話だったね俺いやさあのヤーションってちょっとおかしいとこあるじゃんみたいな言ってくるじゃんなんかまあまあまあ確かにそのちょっとおかしいなって思った時もあるヤーション地がでしょそうだから建物の家じゃないよそうファミリーファミリーが鉄族ってそういう意味の地だよヤーション地って ちちさ、あのだよ俺が言うのはいいおかしいってのかっちゃんが言うのは気に食わんわ俺でも本当の証言になるじゃんそのそうがだから気に食わんっつってんだよ今察しろ何何何それがいやさあの家族の LINE みたいなのあるんだけどさあまあ見たいのってか家族の LINE で見たいのとかすぐ言っちゃうでそうちょっと裏うそ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 そうそう それで何になるか、そう家族のラインがあるんだけどさ、そのラインでさ、なんか写真家族のラインってことでしょ。こっから先は家族じゃねえって。こっから先は家族だ。そういう分離ね、その分別の家族のライン、このこういうラインじゃないだよ。こっからこっちは親戚は家族じゃねえな。そういうことじゃなくて、あのアプリのラインね。いちいちこんな説明せんでもわかんだろ。アプリのラインね。そうアプリのラインね。緑。 緑とかも言わんでもいいんで今更分かってるみたいなでその家族のラインでさ母ちゃんがさ夜何時だろうね1時ぐらいお腹の1時早く起きちゃったらななんで昼夜逆転してるんだよ俺の母ちゃん違う1時何そうポンと音鳴ったもんねなんださ見たらさなんか写真母ちゃんポンって携帯がだよなんでここでポンってなんだよ 家族いやもうシャンパン開けた音じゃねえ優雅 <laughs> ね <laughs> 本当に右ストレート今行きたかったよ違うのよあの携帯のさ、うんうん、なんで俺もこれ携帯でこれを出してんだよ、うんね、携帯のね携帯がポンってなったもんでさ、うん、なんだっ、ね、て、ね、そう通知で母ちゃんが「写真を送信しました」って言ってたの、うん、あなんだこんな夜遅くにって、うんね、見てみたらさ「うん、宿便です」って 外便でしたで。まだこれか。おいわい、じゃあもう息を飲んだわ今。どこにお前 <laughs> 自分ちの母ちゃんがさ、自分のクソ撮った写真を送ってくると思ってんだよ。ね、なん違うのな。ありえねえだろう。宿便。外便です。外便ですじゃない。<laughs> だからもうハードル上がっちゃったよおめえ。でもポンって一回だから画像だけだろうね。 そう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 。海辺ですとかないだね。うん。だあそうだね。で画像にもいいそこで広めんで。そえそれであの写真送られてきてさ見たらさ五百円だもの写真送られてきたの。うん。うう。でまたポン見て五百円って。ポンってポンってなったね。見て五百円って書いてあった。あごめんね。ああ。それで見て五百円って別に普通に五百円じゃん。でさ。 なんだっ,っていやいやいや今もう令和5年だってもう3か月4か月経ってんのよ、うんうん、なのにそんなこと言いだしてさ、うん、いや3か月4か月経っても、ね、流通までにそのぐらいかかるでな 1>, 1月1日にもうすぐ出ないでじゃあいやじゃあ <laughs> いやそれちょっとさ 今のどどどういうちょっとちょっと整理させて今のはいやあるなら嘘で今のはじゃあ待てやめ。どうボケで言ったのか素で言ったのかちょっとそれの二つだけちょっとよしオッケー来た。俺もおかしいじゃんどう考えても。何が？だ三月だよまあそりゃさ造兵局とかもさやってるわけじゃん。一月十日ぐらいから。うん。やって増産してるはずなのよ。でもそれは分かってるじゃん普通に。 今したら月とかにそれを言ったらすごいね見て<う>ってああもうレオなったもんねあありがとうそうそうそう,そうああだねおかしいじゃん、うん、でちょっともうおかしいなと思ってさ、うん、も、ね、母ちゃん掘ったのかねそんな犯罪ですお金をこう掘ったりするのは <laughs> もう違うよ掘らねえよキン,キンキンキンって、うん、もうスプロのやり方なんだよ <laughs> こう見んのは そう、だから言いに行ったで「いやいやいや母ちゃん何この写真」って「いやこれすごくない?」って「令和5年のだよ」って「すごい綺麗って言って「すごい綺麗じゃなくて「今更らそんなんだってもう3か月も4か月も経ってるよ」っつってで、それ説明してもさ「えっ?」ってわかんないじゃんあこういうとこがうちっておかしいんだ」と思ってまあでも3月ぐらいならいいんじゃない別に喜ばせときゃすごいねって。 すげいじゃん。<laughs> それはどっでそれはおかしい。そんななんでなんで俺の母ちゃんに言ってやってんだよ。すごいじゃん。それそれ六年五年級みたいなない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 。じゃそれもなんかすごいおかしいなと思ってさ。そうなのだと思うよそれは。かな、うん。田舎いい家族じゃない。そんぐらいでも報告しちゃうっていう。でもさ、それでさ、うん、俺もさ、ちょっと言ってさ。うん、まあそれさ、まあ三月でさ。な、うん何て言ったの？いや珍しくねえよ。そやいやいや。こうこれこれ何よ？って。王平局がもう格好してしばらくだって。 言い方はちょっと悪いけど俺そんなようなこと言っただよひどいねそこそっちかもそっちが嫌なとこそんな変な家族そっち違うそうだね普通だったらさあすごいねそれが嫌われるとこじゃない誰が嫌われてんだよ聞き捨てならんここは疲れてるえ疲れてる好かれてもいねえけどいいよ好かれてるでも好かれてるよ別に嫌われてもないよんそうもんで 言いに行ったらさ、なんでこれいいじゃん、綺麗、綺麗、ま話がすり替わってきてんだよ。綺麗ねがすごい。綺麗がすごいになってきてさ、いやカイちゃん違うだから、俺は言ってるのは令和五年を今言うのがおかしい。いやでもそんなことで綺麗。ダメだこの家族。硬直なんだね。そう、かたくななんだよ。わかりました。はい。じゃあまたか硬直な情報があれば。はい。随時。随時？はい、わかりました。はい。 えー、我々スナイパーキットは CBC ラジオで「ハイヤーハイヤー」という番組を毎週水曜日夜9時からやってますのでぜひ聞いてくださいまた、えー、今日やってるこの番組はこれ公開する頃には終わっちゃってるかもしれないし、ね、まあ一生懸命やってますから取手出しじゃないから、うんはい、まあやってますんで今、うん、3月いっぱいまでです、はい、ぜひ聞いてくださいまた、えー、今日やった「立ち分けわ分からんラジオ」の普通のバージョン わけからんラジオも「うん、ラジオトーク」というアプリでやってますのでこれも200回超えてね、うん、あっちの方が面白いから <laughs> <laughs> なんだよそれ普通こっちが面白くなきゃいけないんで <laughs> やってますのでぜひ見てください聞いてくださいありがとうございましたありがとうございますさよならさよなら何その別れ